はい、今回は筋肉マンで生存しているパーフェクトオリジンの動向についてお話ししていこうと思います。まあ、すなわちザマン、ジャスティスマン、悪魔将軍ですね。なお今回もコミックス最新刊以降の内容が含まれていますので、視聴される際にはご注意ください。ということで、まずはこちらからいきましょう。時の神登場に何を思うかということで、バベルの塔の最上階でザワンとザマンは時の神が本格的に動き始めていることを明らかにしていました。ザマンはすでに時の神の動きを察知していたようですが、同じ超人墓場にいるジャスティスマンやどこにいるのかわからない悪魔将軍は時の神の動きに対して何を思うのでしょうか。次に今後の予想についてお話ししていきます。まずはこちらですね。死亡する可能性はということで、ザマンはオリジンのダンベルを全て捧げるとパーフェクトオリジンが全員消滅する祭壇を作っています。シルバーマンは超人という種を神の怒りから保護することで授かった永遠の命で、その役目を終えれば自分たちは死ぬべきとも考えていました。要はまあこれザマンも言ってたんですが、パーフェクトオリジンっていうのは神の脅威の対抗手段の一つだったんですよね。で、これらのことを考えると新たな戦いの中で一時的に復活するパーフェクトオリジンはいるかもしれないんですが、最終回までに全員死ぬ運命なのかもしれないですね。筋肉マンからグロロの大将やね、ザマンちゃんなどと呼ばれているため、最近はなんというか愛されキャラというか、すごくね親しみやすいキャラに思えてきたんでね、死なないでいってほしいんですけれども、で、これ後でも触れるんですが、一方で神に格上げされるメンバーもいるかもしれないですね。次にこちらです。彼らは神になるのかということで、まずサタンを完膚なきまでに叩きのめしたジャスティスマンなんですが、彼についてはところどころである予想がされています。それが新たな展開の神になるというものなんですよね。伝説通りに裁きの神、あるいは正義の神になるという予想もされています。これはちょっとね、可能性高いんじゃないかなとは自分思っているんですよね。能力のある超人が新たな神になるという案はザワンの改革案の一つですが、もしこの案が取り入れられればですね、ジャスティスマンは神になる筆頭候補なのかもしれません。ザマンからの推薦もありそうですよね。次にそのザマンなんですが、彼は自身を超人ではなく超人と称しているから、仮にね、まあ、なんか一時期なんか不可能みたいなことも言われてた気がするんですが、再び超人となったねザマンが神に返り咲くことが可能になったとしても、まあ、彼に関しては再び神になることはないかなと考えて良さそうかなと今はね思っています。展開にはね、まさにねザマンのような神がね必要なのかもしれないんですが、地上はまあ超人がいるから大丈夫ということになって自分は天に帰るっていう展開はあり得るんでしょうかね。さっきも言ったように、まあ、神にはならないかなとは思ってるんですが、この点についてはねまだ断言できないところがあるんで、今後のねストーリーをねちょっとね注目していきたいかなと思います。次に悪魔将軍に関しては、その半生を見てみると地上の超人に可能性を見出して自身も地上に降りたり、死であるザマンを倒して神越えを果たしたことを考えれば、神越えに関してはね、まあ、いろんな解釈あるかもしれないんですが、まあその悪魔将軍が自ら神になるという可能性は非常に低いのかなと思います。まあ、これについてもね、もうねいろんな展開はあるんでね、読者のほとんどを納得させるような展開で神になる可能性もゼロではないんですが、今言ったように、まあ、悪魔将軍が神になるっていうのはちょっと今自分は考えにくいかなと思っています。
次にこちらです。対戦はあるのかということで、ジャスティスマンはサタン戦という大きな見せ場が与えられたため、サイコマンやシルバーマンなどが復活する場合は彼らの対戦が優先されるのじゃないかなと思います。一方でザマンや悪魔将軍とのタッグはあり得るんじゃないかとも考えているんですよね。まあもちろんタッグパートナーはオリジンに限定されないかなとは思うんですけれども、で次にザマンなんですが、悪魔将軍との約定を守るため超人墓場から一歩も出ないのであれば、次の戦いでも自らは対戦せず、司令塔や事の真相の語り手に徹しそうかなとは思うんですが、仮にねカピラリアのピースですよね、カピラリアのピースが目的で超人墓場に乗り込んでくるものがいればですね、あるいは対戦が組まれるっていう可能性はありえますよね。で次に悪魔将軍なんですが、自分は3人の中で最も対戦する可能性が高いかなと考えています。まあ考えているというか、そういう風に熱望している面もあるんですけれども、作中でも屈指の人気を誇るキャラクターでもあるため、出番自体はねあると思うのですが、まあそう思いたいんですけどね。ゆでたまご先生は悪魔将軍に関して何か構想はすでにあるんでしょうか。悪魔将軍がね自ら時の神の勢力にね、と戦いに行くっていう可能性もなくはないんですが、敵対勢力は一人残らず殲滅するため時の神側から魔界に乗り込まれて、降りかかる火の粉を振り払うがごとくですね、敵を迎え撃つ展開の方はあるんじゃないかなと思います。まあ悪魔将軍に関してはね、もう少しちょっとねいろいろ考えてね特集組んでいきたいかなと思います。ということで今回この辺りで終わろうと思います。ご視聴いただきありがとうございました。